ジェラートファイブ出動じゃ。もうすぐだ。もうすぐ世界は我ら月光のものだ。恐怖せよ人間ども。場所を変えるぞ死神王女。私も決着をつけたいと思っていたところだ。どうした。好きだ。説明しよう。強敵戦隊ジェラート5のリーダーレッドジェラートこと相川不動、そして秘密結社月光戦闘員リーダー死神王女ことマガーラデスネ。彼らは絶対相入れぬ組織の壁を越えて禁断の交際をしているのである。これはもう運命だよね。私を生涯の伴侶としてスカウトしてみない。ユドウ先輩は隠し事なんてしませんよ。お前のその力は正義のために生かされるべきだ。直接勝負しろ死神。死神さんは恋に興味が終わりで。だが不動、忘れるな。私たちの関係は誰にも絶対にバレるわけにはいかん。もしバレたら我々は一緒にいられない。ああ、分かっている。隠し事は苦手だが、この秘密は守る。世間とどれだけずれてたっていい。私たちは私たちだ。